のキッチンです。今日はですね、もう最近は出回り始めてるかなって思うんですけども、菜の花ですね。こちらを使ってホタテと菜の花のオランデーズソース、こちらを作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。カットしていきます。はい、それでは材料紹介をまずはしていきたいと思います。まずはこちらホタテですね。今日は刺身用のホタテを使っていきます。それと菜の花、こちら卵は卵黄のみを使います。それとバターと、こちらが塩、それとレモン果汁ですね、ポッカレモン、白ワインビネガーと、こちらが黒胡椒です。以上の材料を使って今日はホタテのソテーと菜の花のオランデーズソースを作っていきたいと思います。そしたらまずはこちら菜の花ですね。菜の花を適当な大きさにカットして塩茹でしていきたいと思います。今日はちょっと大きめなので、まず下を1センチぐらい落としてあげて、真ん中ら辺で斜めにカットしていきます。はい、そしたら鍋に水を張っていただいて、火をつけて塩を加えて、お湯が沸いたら菜の花を茹でていきます。茹で時間は1分半ぐらいで大丈夫です。はい、茹でられたらザルを用意してあげて水を切っていきます。はい、続いてバットなどにペーパーを置いて、その上にホタテを置いて、水気はしっかりと切っていきたいと思います。そしたら、まあ、お好みなんですけども、この部分ですね、この部分は気になる方は取ってください。ちょっと食感が違ったりするので、気になる方は取ってあげてください。もう手で簡単に取れますので、今回はもうこのまま、もったいないんでこのまま使っていきたいと思います。はい、水気をしっかりと切っていただいたら塩を振っていきます。もう適量で大丈夫です。両面しっかりと塩を振ります。そしたらこのまま置いておいて、余分な水分を出すようにしてください。そしたらまずは白ワインを沸かして、ちょっと余分な酸は飛ばしていきたいと思います。はい、沸いたら火を止めてあげて、ソースは湯煎にかけながら作っていきたいので、お湯を沸かしていきたいと思います。そしたら火をつけていただいて、お湯を沸かしていきます。ボウルに卵黄を割っていただいて、先ほど煮詰めた白ワインビネガーを加えます。それと少量の水を加えてあげます。そしたら絶えず混ぜながら卵に火を入れていきます。はい、卵にこういった感じで少し火が入ってきたら湯煎から外していきます。はい、湯煎から外したら、ここに溶かしバターですね、こちらを少量ずつ加えていきます。はい、続いてレモン果汁ですね、レモン果汁も加えていきます。レモン果汁を加えたら、ひとつまみの塩を加えてあげて味を整えていきます。はい、塩を加えて味が整えられたら、こういった茶こしなどを使って先ほどのソースを裏ごししていきたいと思います。裏ごししてあげることによって、かなり口当たりが滑らかなソースに仕上がるので、作った際はぜひやるようにしてください。はい、そしたらホタテを焼いていきたいと思います。塩を振ると表面にこう水分がちょっと出てくるので、ペーパーなどでしっかりと拭き取ってあげて、はい、そしたら火をつけていただいて、オリーブオイルですね、垂らしてあげて、この半生な状態を保ちたいので、フライパンをしっかり温めてから表面にさっと焼き色をつけて焼いていくようにしてください。はい、フライパンが十分に温まったので、ホタテを焼いていきます。はい、こういった感じでしっかりと焼き色がついていたら返してあげて、そしたら火は止めちゃいます。余計な火が入りすぎないように、もう火は止めて
さっと半面反対側を焼いたら引き上げていきましょう。はい、ホタテが焼き上がったらお皿に盛り付けていきたいと思います。今日はもう非常にシンプルな料理なのでもう完成ですね。もうお好みで菜の花を並べていってあげて、そこに先ほど焼いたホタテを置いていきます。先ほど作ったオランデーズソースをたっぷりとかけていきます。それから黒胡椒とオリーブオイルを。完成ですね。それでは食べていきましょう。それではいただきます。旬の菜の花いいですよね。春の野菜ってこうちょっと苦味がある感じが個人的にはすごい好きなので、この季節すごい嬉しいですね。ではまずホタテからいただきます。ホタテのこうねっとりと甘い感じとこのオランデーズソースの酸味がすごく相性いいですね。菜の花もいただきます。うまっ。菜の花のこの苦味って個人的にすごい好きなんで、すごい美味しいですね。白ワインとももちろん相性は最高にいいです。すごいシンプルな料理なんですけども、ホタテの甘さとかオランデーズソースの酸味とか菜の花の苦味がすごくバランスのいい一皿ですね。白ワインとも相性が非常にいいので、ぜひ皆さん作ってみてください。菜の花はやっぱりこの時期に食べるのが一番美味しいんで非常におすすめです。